郎さんと違って不純なんだけど、先輩の路上ライブ見て一目惚れしたの。ちょっと浮世離れしてる雰囲気とかユニセックスな見た目とかもう何もかもキャーって感じで、そう、私は結束バンドに入って先輩の娘になりたかったの。友達より深く密に。あれ、北さんって結構ヤバい人。スタジオ代もノルマも4分割。素直な言い方しなよ。先輩分のノルマ貢ぎたい。ただれた関係が爆誕しそうなんだけど。あ、りょう先輩こんにちは。ふん、2人早いね。本当に草食べてる。先輩ワイルド。サイン付きは650円で安い。買います。それじゃバンド内でお金が循環するだけでは。北ちゃん、寮に振り回されすぎないようにね。でも先輩にならむしろ振り回されたい。やあ、ぶつかわす。よしよし。先輩、私も頑張ってるんですよ。指良くなったね、だいぶ。あーってミステリアスで思慮深いわけではなく、うんうんうん、いやー、脳みそが小さくて頭の中で転がる音がする。やめて、私のイメージを壊さないで。電車の中ではお静かに。今の会話も記憶から消去します。人は愛が強すぎるとこうなっていくのか。りょう先輩に分けちゃダメなんですか。引くよ。北ちゃん、ダメなバンドマンに引っかからないで。彼氏にしちゃダメな 3B の B ってベーシスト、ベーシスト、ベーシストのことだから。あれ、先輩はお姉様スタイルで。いや、あえて男装スタイルってのも我ながら素晴らしい